始まりましたよ。始まりましたよ。始まりました。まあちょっと最近のね、はいはい、ちょっと僕の周りで起きたというか僕が起こしたあのハプニングをちょっと、はい、お話ししたいなと思うんですが、うん、もうツアーももうすぐですよ。始まるのも。明日ですね。はい。はい、結構まあいろんなスケジュールをこなってきましたので、はい、わりかし結構バタバタしてたなっていうイメージだったんですけど、はい、この間ちょっと家に帰ったら、うん、電気が止まっておりまして、家の。またっすか。またなんですよ。前もなんかありませんでしたっけ。ついね、払い忘れちゃうんだよね。前も電気でしたっけ。前も電気でした。あ、前はね、ガスかな。ガスだ。そうだ。ちょっとちょっと。あーもうね、最悪だったね。しかも夜だったのね。最悪だろうね。夜に帰ってさ、もう家入ったら、まあ、電気つかないわけですよ。やべえと思って。うわ。で、こう家のね、はいはい、まあポストみたいなの見たら、はいはい、来てたんですよ。その、催促で。忙しくて、うん、ちょっと家のポストも素通りして家に帰ってたんですよ、ずっと。まあ、風呂入ってね、せめて。なんかライトかなんか照らしつつ、うわ。風呂入って、寝ようと思ったの。はいはいはい。で、そしたら、まあ、洋服も脱いで、お風呂入って、そう、お湯が出ないんですよ。ガスのあれをさ、スイッチで入れるから、ピッって言ってさ。そこが電気だからってことか。そう、電気だから。はいはいはい、はい。ガスは入ってても、うん、要はそこのお湯が沸かせないわけよ。シャワー。なるほどね。はいはい。で、それにも寒い、なんか、全裸になってお風呂こう入って、シャワーだけ浴びようと思って、うん、やったらもう、しばらくこう、シャワー出して水をさ、足に当ててたの。あ、なんかあったかんねやと思って。一向に水しか出てこない。そう。で、その、しばらくして切るだろ。うん、あそうだよと思って、電気ってことはうわお湯も出ねえんだと思って、最悪っすね。最悪でしたね。相当きついっすね。あのね、改めてこの電気の大切さ学びましたね。なんかもう切なくなる、やっぱり。俺一回もないっすね、電気が止まったことは。振り落としにしてる。引き落としね。引き落とし。振り落としじゃねえ。振り落とし。振り込み。でも多分電気って1ヶ月遅れても止まんないと思うんですよ。だよね。多分2ヶ月超えないと。多分2ヶ月。いや、それは払ってなかったってことだ。いや、もう引き落としにしてください。そうなんだよね。もうそんな出来事ありました。いや、災難ですね。災難です。もうそこは引き落としにして、はい、払ってください。まあそんなことがあったんですけれども、はい。